今日もね、大きなスズメバチが来てるような音がします。ネット難しいな。着いた、やっと着きました。怖いね、王は。こんにちは、ヨーホーガールです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルはミツバチのお世話の記録を投稿しているチャンネルです。励みになりますので、チャンネル登録といいなと思ったらグッドボタンどうぞよろしくお願いします。ヨーホーを始めて今年で6年目です。もうちょっとでこの6年目も終わりになります。今の気温が20度、本当にね、過ごしやすくなりました。内見もしやすくなって、今日はね、まあ、ちょっと湿度は高いです。85度もある。 85% 今日もね、朝からオオスズメバチが飛んできてて、あ、また来たんじゃない、あの、ここ今ね飛んでる。で、さっきもこれ1匹ね、あの、捕まえました。これで粘着シートで。怖いよね。もう来た来た来た、2匹も来たじゃん。これに来てくれたらいいんだけど、ね、なかなかこのオオスズメバチの仲間意識低いのか、あんまり来ないんだよね。どうしたのって、普通だと来るのにね、どうしたのって。全然来なくて、なかなかかかんないよ。ここにあんのにね。起きた起きた、よかった、来ました。一匹つけてくれたね。あー、すごい。じゃあこれはちょっとここに置いといて、内見をね、します。2匹来たもん。もう臭く液で振ってみようかな。今、ピーポンの下の段を見ています。ね、もうね、あんまりここに2段目に卵がなかったようです。この前産んだやつが今、冬至になって、で、新しい卵はなさそう。あ、大きいの来た。なさそう。ここはちょっと重たい。まあ、ここはあの、上半分、3分の2が、上3分の2が初日で、下だけオスバチの巣がいっぱいある。バチを落として。切り取ってもいいのかな。まだ早いところもあるけどな。ちょっと巣をね、切ってきました。巣鉢の巣だけ。これ見たい。初日だ。初日。おう、重たい。これはね、両面初日完成してる。はい、下の段見ていきます。もう古い巣だ。あ、でも産卵してんの、こんな古い巣にも。いいのにな、しなかったらさ、この巣も処分したいんだけど、産卵してんの。ねえ、すごいね。
い早い。どんなのこれ。今日は大変ね。サンダーちゃんとしてるね感じです。サンダーしてる。はい、これもたいね。これはじゃなくて、はい、OK。ビールは毎回紹介していますが、4年目のね、女王蜂さんがいるビールです。この前ね、三段が復活してて、ああよかったなーって思っていたところでした。さあ今日はどうなっているか、いきます。いいね、これ緻密完成だもん。よし、これを操作にしまっておきます。これも仕上げます。こっちも完成だ。なんか全部完成してるじゃん。なんかさ、すごいね。変わったことはないと思うの。